こんにちは、いなべ市議会議長の水谷春樹でございます。市民の皆様には日頃からいなべ市議会の活動に対しましてご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。いなべ市議会では平成30年から年1回議会及び委員会の活動について市民に報告し、皆さんと広く意見交換などを行ってまいりました。しかしながら令和2年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりやむなく中止いたしました。今回は引き続き感染予防対策のため会場にお集まりいただくことはやめ、いなべ市議会初の試みとしてインターネットでの配信とさせていただきます。さて、いなべ市議会では平成29年4月にいなべ市議会基本条例を施行して以来、市が行う事業に対し監視・評価を行うことを強化してまいりました。議会が議決した予算が適切に執行されているか多くの議論を重ね、結果によっては市長に提言することでより市民の意見を事業に反映させる取り組みを行ってまいりました。今回は令和3年9月定例会の報告に合わせ、各委員会が取り組んだ活動についても報告いたします。その前に市議会の運営について議会運営委員会清水貴弘委員長からご説明いたします。こんにちは。いなべ市議会議会運営委員会委員長の清水貴弘でございます。まず市民と議会市長との関係についてご説明をいたします。皆さんご存知の通り、市議会議員と市長は選挙によって市民から選ばれます。これが二元代表制です。18人の議員で構成する市議会と市長にはそれぞれ役割があります。市長はまちづくりやサービスを行うための予算や条例などを提案します。議会は市長から提案された予算や条例などを審議し、市の方向性を決定します。そして市長をはじめとする執行機関は市議会の決定に沿って仕事を進めます。市民の代表である市長・議員ともに対等の立場に立ち、議論を重ねながら市の発展のために取り組んでいます。18人の議員で構成する市議会は多岐にわたる予算や条例を審議するため、議会の中でいくつかの委員会を設置しています。委員会ではそれぞれ所管する事項について細部にわたって審査及び調査を行っています。それでは各常任委員会の活動報告を行います。こんにちは。いなべ市議会予算決算常任委員会委員長の小川元則でございます。私からは令和3年9月定例会で審査した令和3年度補正予算及び令和2年度決算についてご報告いたします。9月17日定例会最終日に各会計の令和3年度補正予算を可決し、各会計の令和2年度決算を認定しました。この中から一般会計の主な補正予算をご説明いたします。令和3年度一般会計補正予算第5号は19億8965万8000円を追加し、令和3年度一般会計予算総額を236億6107万4000円としました。今回の補正予算では野遊び推進事業1億4046万2000円が計上されました。本事業はグリーンクリエイティブいなべをさらに推進するために、株式会社スノーピークが事業展開している自然景観歴史
文化を活用して豊かな時間を過ごす仕掛けである野遊びを活用した新たな地方創生事業を行おうとするものです。本事業は令和3年3月定例会で一度提案を受けましたが、当時調査計画が進行中であり、執行部から事業に対する具体的な説明を聞くことができなかったため、議会が予算を修正した経緯があります。今回事業の提案にあたり、執行部から受けた説明を報告します。まず野遊び推進事業の拠点候補地として、いなべ市農業公園、梅林公園とドロマイド鉱山跡地に変更するということでした。野遊び推進事業工事整備計画は令和2年度から5カ年で総事業費5億9250万円です。本事業は地方創生交付金の採択を受け、ハード整備に4億370万5千円、このうち国負担分は2億5635万3千円、市負担分は1億4735万2千円、ソフト整備に1億8879万5千円、こちらは約 99% が国負担となります。令和3年度に行う事業は、いなべ市農業公園、梅林公園の第一駐車場造成工事。これまで梅祭りやツアーオブジャパンなどメインの駐車場として使用してきましたが、ここはキャンプ場に整備されます。そのため現在でも梅祭りやツアーオブジャパンなどイベント時には沿線の道路が渋滞し、地域の交通に支障をきたしている状況を鑑み、対策を講じるよう求めました。また第一駐車場の上に高台があります。こちらは株式会社スノーピークの製品である隈研吾氏監修の重箱が設置される予定です。以上、野遊び推進事業については計画の中間報告を受けましたが、まだ全体事業が明確に説明されたわけではありません。市及び市民にもたらされる効果など引き続き議会が事業を監視していきます。次に、道路橋梁維持補修事業9042万円についてです。車両及び歩行者の安全を確保するために、生活道路の維持管理及び補修と道路敷に張り出している樹木枝の伐採を行います。また緊急自然災害防止対策事業計画に基づき、道路保全のための対策を集中的に実施します。このほか新型コロナウイルスワクチン接種事業、消防水利整備事業、選挙運動費用公費負担事業、地域おこし企業人事業など市民の生活に直結した補正予算となりました。次に、いなべ市の6会計の決算認定についてご報告いたします。令和2年度一般会計決算額は歳入297億1960万円、歳出280億2980万円でした。一般会計決算により生じた13億7755万4000円を令和3年度に繰り越し、基金積立金としました。そのほか国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3つの特別会計の中で、介護保険特別会計については歳出に大きく占める保険給付費が年々増加傾向にあります。いなべ市では介護予防事業、元気づくりなど市民の健康増進に関する取り組みも多くあるため、これらがどのように会計に影響するのか、今後も議会として注視してまいります。またいなべ市議会では毎年度の決算審議において、市が実施した
全事業の中からいくつかの事業を選定し、現地調査や事業に携わる方々との意見交換などを行い、適正に予算が執行されたかを審査しています。令和2年度決算の事業評価及び市長への提言について、予算決算常任委員会の各分科会委員長より報告いたします。予算決算常任委員会総務経済分科会委員長の新山秀弘です。令和2年度決算審議にあたり、総務経済分科会では一般会計の中からグリーンクリエイティブいなべの推進と安心安全で安定した農業の振興の検証評価を行いました。グリーンクリエイティブいなべの推進の決算額は約7025万円で、令和2年4月に設立した一般社団法人グリーンクリエイティブいなべの委託料などでした。事業に係る市議会の提言として、一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ設立初年度の取り組みを見ると、広告宣伝、資産の発掘、施設の提供など市民の活動を広げる機会にはなったが、現状では法人を設立したメリットが見出されていない。観光協会及び商工会との連携を強化することで、より多くの事業者の活性化を創出し、市内の資源の発掘及び磨き上げ、事業者間のコーディネート、6次産業の強化を求める、法人ならではの柔軟性を持った事業の展開に期待する。また、にぎわいの森運営については、日曜マルシェ、いなべずショップの開店など、徐々に市民を巻き込む運営が展開されていることは評価する。課題として、にぎわいの森の店舗群が一体感を持って発展、成長を図る必要がある。令和2年度新規事業として市長から提案があった野遊び SDGs 推進事業については、現時点では計画調査の段階であるが、今後事業展開にあたっては将来負担を考慮すべき。以上、グリーンクリエイティブいなべの推進については SDGs いなべ未来都市の観点を重視し、市民が誇りと思えるまちづくりを展開していただきたいとしました。本事業の評価は改善し継続することとしました。次に、安心安全で安定した農業の振興の事業目的は、資源循環型農法の推進、地産地消活動の推進、市内特産品の活用、そばの普及などです。決算額は約458万円で、主に関係機関への負担金、補助金が支出されました。市議会からの提言として、農業関係組織育成事業は執行率を見れば課題・問題点を認識しているとは言えない。団体の組織育成を行うにあたって、予算を積極的に活用するよう関係者に対し働きかける努力が必要である。地産地消推進事業については、そば祭り実施に特化した事業としているが、本来事業名の通り地産地消を推進するために市がすべきことは多くある。いなべブランドの価値向上のために市が行うべき事業について考え、コロナ禍でも推進できる事業を工夫する必要がある。以上、事業の目的を今一度確認し、目的に沿った事業展開を求めるとしました。本事業の評価は改善し継続することとしました。以上で報告を終わります。
予算決算常任委員会都市教育民生分科会委員長の林正夫です。令和2年度決算審議にあたり、都市教育民生分科会では一般会計の中から高齢者が地域で安心して暮らすための支援と一人一人を大切にする教育の推進の検証・評価を行いました。高齢者が地域で安心して暮らすための支援の事業目的は、地域で見守り活動の推進により認知症等の早期発見、虐待の防止、生活支援サービスの充実など、高齢者が安心して生活できる環境づくりを行うものです。決算額は3069万円で、地域の課題を話し合う福祉委員会の設置のための委託料、高齢者の保護処置などに支出されました。審議会からの提言として、老人日常生活用具給付実績が少ないため、貸与する対象用具が市民のニーズに沿ったものになっているのか検討の必要がある。また携帯用予備笛購入配布について、配布対象者が老人会加入者に限られており、広く活用していただけるよう再考を要する。ゴミ出し支援事業は高齢者の日常生活に大きな一助となっている。しかし利用者からするとゴミ出し支援にとどまらず、幅広い日常支援が必要になっていることが見受けられる。この状況を鑑み、日常支援が提供できる新たなサービス事業を検討していただきたい。成年後見制度、扶助事業の執行率の低さが見受けられるため、早急に対応されるよう求める。高齢者が地域で安心して暮らすための支援として、細部にわたり心が通うサービスとなっていることは評価する。サービスの拡充が図られれば、それに対する人材の確保、サービスの質向上などが必要となるため、市においては事業の精査を十分に行っていただきたいとしました。本事業の評価は改善し継続することとしました。次に、一人一人を大切にする教育の推進です。本事業の目的は、小中学校における一人一人を大切にする教育の充実を図るため、支援が必要な子どもへの支援、教師の専門性の育成、関係機関等との連携を推進するものです。決算額は約1億871万円で、国際化対応指導員の配置、不登校児童生徒の支援、経済的な支援が必要な家庭に対する就学支援などに支出されました。審議会の評価は、コロナ禍で事業内容をその都度見直すなど柔軟な対応が求められる。国際化対応指導員の充実及び不登校児童生徒の支援については、事業の強化を図られたいとして、本事業の評価は現状のまま継続することとしました。以上で報告を終わります。このように予算決算常任委員会では、いなべ市が執行する6つの会計を17人の委員がさまざまな角度から審査し評価しています。3月定例会では予算、9月定例会では決算を審査します。
ぜひ委員会を傍聴してみてください。以上、予算決算常任委員会からの報告でした。続いて、総務経済常任委員会からの報告です。こんにちは。総務経済常任委員会委員長の新山秀弘です。総務経済常任委員会は現在8人の委員で活動しています。まず委員会のメンバーを紹介します。副委員長の片山秀樹です。委員の小川元則です。岡津美和です。清水貴弘です。鈴木純子です。委員で雅子です。種村麻美です。総務経済常任委員会が所管する事項は、企画部、総務部、農林商工部、建設部、水道部のほか、会計管理者、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会などです。それではまず令和3年9月定例会で当委員会が審査した議案4件と請願1件の中から主なものをご報告します。いなべ市宇賀渓キャンプ場条例の制定については、来春オープン予定の宇賀渓キャンプ場の整備に伴い、市の施設として設置・運営するため、新たに条例を制定しようとするものです。本条例案によると、宇賀渓キャンプ場の運営を指定管理者制度を用いて、指定管理者に運営していただこうとしているため、委員会では指定管理料について質疑がございました。指定管理料は市の施設を団体や事業者に運営してもらい、その運営に必要な経費を市が指定管理料として支出するものです。すでに阿賀温泉、農業公園、青川郷キャンピングパークなどの施設運営はこの指定管理者制度を用いて運営しています。そこで今回宇賀渓キャンプ場の運営についても指定管理者制度を用いて運営しようとするもので、指定管理料についてどの程度費用負担が発生するのか質疑がございました。市が支払う指定管理料は0円で、施設利用者の使用料で運営していこうとしているとのことでした。次に、いなべ市道路線の認定については、宅地開発によって新設された道路を市道として認定しようとするものです。北西町阿賀地内で1路線、いなべ町東一色地内で2路線を新たに認定しました。これでいなべ市道の路線数は2454本、延長は約885km になりました。続いて、総務経済常任委員会の所管事務調査についてご報告いたします。まず一つ目の調査事項は、豪雨災害、土砂災害を中心に自主防災、備蓄資材などの状況について、令和2年3月から令和3年10月まで調査を行いました。調査は大きく土砂災害、豪雨災害の状況、砂防施設、防災拠点施設整備、自主防災活動についてそれぞれ調査しました。いなべ市の土砂災害、豪雨災害の状況として、平成29年9月の豪雨で発生した市内各地の被災箇所の復旧状況や、豪雨時に越流が懸念される河川について現地確認を行いました。県管理河川については市としても日常的に点検し、県と情報を十分に共有し、対策を講じるよう市へ提言しました。平成26年度から三重県が行ってきた市内全域の土石流および急傾斜地における基礎調査が令和元年度に終了し、改めて警戒区域が指定されたため、令和3年4月に発行された防災ガイドブックハザードマップに反映されています。いなべ市の面積は 219.83 平方キロメートルと広域であり、地域によって危惧すべき災害の状況は異なります。令和3年4月に全国配布された防災ガイドブックハザードマップには、河川の洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域など
想定される災害について記載されています。ぜひご確認いただき、お住まいの地域で起こりうる災害を知ってください。またお手元に防災ガイドブックやハザードマップがない場合は、いなべ市ホームページをご確認いただくか、市役所防災課までお問い合わせください。次に市内の砂防施設についてです。土砂災害警戒区域土石流に指定されている小滝川、西野街灯川、馬落川、鳴谷川、材木川、勝負原谷川には19箇所の堰堤と遊佐地が1箇所整備されています。現在も県事業として施設整備は進行中であり、現地調査を行いました。河川上流部では今でも頻繁に土石流が発生しており、緊張した状態が続いております。堆積土砂の撤去も逐次進められており、下流の地区住民が安心して暮らせるよう対策が取られています。次に防災拠点施設整備についてです。令和2年8月に竣工したいなべ市防災拠点倉庫は、防災資機材の備蓄機能に合わせ、市内各地の避難所へ速やかに非常食、物品等を運搬できる構造となっています。また、広域避難所としての機能を備え持つ防災拠点施設整備についても、現在進行中の東校区の整備をもって、令和3年度に全ての工事が完了します。今後は各種訓練において、防災拠点施設を有効に活用し、拠点から各地域への円滑な輸送及び伝達体制が整うよう努めること、特にいなべ川が氾濫することも想定し、防災拠点倉庫からいなべ川右岸への運搬が円滑に行えるかを実証していただくよう市へ提言しました。現在、いなべ市が備蓄する食料、飲料水の状況はご覧の通りです。備蓄資材についてはご覧の通りです。次に自主防災活動についてです。いなべ市の自主防災組織の状況は、市全体で63組織、北西町で19組織、いなべ町で14組織、大安町11組織、藤原町19組織です。令和2年8月18日に、藤原町大街道自治会及び坂本自治会の自治会長と自主防災活動について意見交換を行いました。両自治会の取り組みをお聞きし、自治会長をはじめ隊員の日々の努力を行うことができました。一方で、自治会が組織を維持していくために抱える課題が多くあることも分かりました。しかし、自主防災組織は災害発生時に市民の命と財産を守るために大切な組織となります。自治会それぞれの課題が解決できるよう、関係する部署で情報を共有し、対策を講じていただくように市に提言しました。続いて、2つ目の調査事項、グリーンクリエイティブいなべの推進、まちづくり法人を中心に新たな取り組みの調査研究について報告いたします。グリーンクリエイティブいなべ、略称 GCI 事業は、新庁舎とにぎわいの森の整備、国の町、人、仕事創生の推進に合わせ取り組みを進めています。執行部からは、いなべの地域資源である豊かな自然からもたらされる
食、農、アウトドアなどを発掘してセンスよく磨き上げ発信するなどして地方創生を進める上で重要なターゲットやマーケティングの把握に努め戦略的に事業を展開しようとするものと説明を受けています。令和2年度決算報告のところで本事業に関する調査報告をさせていただきました。現在事業が進行中の野遊び SDGs 推進事業をはじめ宇賀渓キャンプ場の整備、にぎわいの森の運営についてもいなべ市にどのような効果があるのか、市民にどのような利益を生むのか、また将来にわたっての展望がどうなのか、議会として追及し、市民の納得を得る説明を受ける必要があります。将来にわたって事業が継続できるものか、今後も議会は注視していきます。以上、総務経済常任委員会からの報告でした。続いては、都市教育民生常任委員会からの報告です。こんにちは。都市教育民生常任委員長の林正夫です。都市教育民生常任委員会は、8人の委員で活動しています。まず委員会のメンバーを紹介します。副委員長の西井真理子です。委員の篠原文則です。原田圭司です。神谷敦史です。伊藤典子です。衣笠民子です。岡秀明です。都市教育民生常任委員会が所管する事項は都市整備部、市民部、環境部、福祉部、健康子ども部、教育委員会が行う事務です。それではまず、令和3年9月定例会で審査した議案についてご報告いたします。当委員会へは、市長提案議案の付託はなく、請願5件が付託されました。いずれの請願も全会一致で採択し、国の関係機関に対し意見書を送付しました。また、請願第7号は採択を受け、市長に対し請願の趣旨に対応いただくよう送付しました。続いて、都市教育民生常任委員会の所管事務調査についてご報告いたします。まず、一つ目の調査事項は、子育て支援事業について、令和2年3月から令和3年10月まで調査を行いました。調査は大きく、子育て支援の行政サービス、子ども・親子の居場所、子育て支援団体の取り組みについてです。いなべ市の子育て支援は、母子健康手帳を手渡すところから始まります。妊娠期、出生期、生後2、3ヶ月、生後6ヶ月、1歳、2歳、それ以降も就学、就労までさまざまなタイミングで行政が子ども一人一人に関わっており、子どもの成長に合わせた支援体制が整備されています。また、この間、育児や生活に不安を持つ家庭や、子どもの発達に不安を持つ保護者に対して、チャイルドサポート、子育て支援団体などが関わっています。誰一人取りこぼさない子育て支援体制が構築されており、これらの取り組みは全国的にも評価され、多くの関係者が視察にお越しいただく事業となっています。近年、国籍が多様化していることと、相談件数が増加傾向にあることを受け、子育て支援サービス実施にあたっては、多言語対応ができるよう市へ要望しました。次に子ども・親子の居場所についてです。就学前から就学後まで、子どもやその保護者の居場所の整備を行っています。令和元年に実施した子ども・子育て支援事業に係る基礎調査では、子育て支援拠点事業の利用状況及び利用規模が
回答者の 20% に満たない状況です。子どもやその保護者の居場所づくりについては、以前あった児童館のように無料で自由度が高く利用できる居場所を作るなど施策を打ち出す必要があると考えます。ファミリーサポートセンターの運営については、提供会員と利用会員のマッチングにあたって起きている課題を捉え、対策を講じていく必要があることを市へ提言しました。子育て支援団体の取り組みについては、令和3年7月7日 NPO 法人子どもパレットと意見交換を行いました。当法人が受託する事業は多岐にわたっていますが、両者の子育てに対する不安、困りごとなどきめ細やかに対応され、関係機関へつなげる役割を果たしています。時代に応じて子育てを取り巻く環境は複雑化しています。市民のニーズに合った事業となっているか、現場の声を聞きながらサービスが適正かどうか議会として注視していく必要があります。続いて2つ目の調査事項、市民の移動手段及び公共交通についてご報告いたします。まず、いなべ市の公共交通は、山岐鉄道北西線、山岐鉄道山岐線、三重交通路線バス、福祉バスです。その中でいなべ市が運行している福祉バスのルート設定は、あげきを核として各路線が往復しています。主な利用者は高齢者及び学生であり、利用者層の主な目的は買い物、通院、通学となっています。利用者数は令和2年度全体で年間7万5408人となっています。各路線の利用者は、いなべ町9565人、大安町2万917人、藤原町2万4565人、北西町1万4714人でした。次に、地域を巡回する移動販売についてです。JA 三重北の移動販売車三重北単号をご存知ですか？現在、市内5コースの設定があり、JA 直売所いなべっ子の定休日である火曜日を除き、月曜日から土曜日まで市内中山間地を巡回されています。令和3年8月に JA 三重北販売部長及び直販課長にご同行いただき、現地調査を行いました。移動販売車には生鮮食品をはじめ、惣菜、日用品、青果など利用者のニーズに応じた商品を陳列し、思い思いに商品を購入されていました。今後、移動販売のニーズはますます高まると考えます。また中山間地であっても移動販売が来ない地域もあります。市民の日常生活の一助となることを考え、事業者と行政で意見交換の場を設けることが必要ではないかと考えます。また令和3年7月には小室町の公共交通について視察を行いました。小室町はコミュニティバスとオンデマンド乗り合い交通の乗り継ぎを簡素化するなど独自の工夫を講じていました。乗り継ぎの時刻検索や簡単な予約システムとするため、マースを活用しています。いなべ市では福祉バスの利用者が1日平均約300人です。運行に必要な予算から計算すると、1回の乗車に1500円程度かかっている換算になります。福祉バスは交通弱者にとってなくてはならない移動手段であることから、維持していく必要はありますが、
現状の運営が最善の策とは限らず、常に改善に向けた対策を協議する場が必要だと思います。そのため、運行事業者を含め、地域の福祉委員会、利用者など、多くの市民を巻き込んだ協議の場を設けてはどうかと考えます。また、市としては、新公共交通システムについても、調査研究することが議会で答弁されているので、今後、進捗について引き続き検証していきます。公共交通利用者の多くは、高齢者及び学生であり、高齢者については、福祉部から生活全般に関する基礎調査も行われており、こういった情報も共有していく必要があると市へ提言しました。以上、都市教育民生常任委員会の報告を終わります。動画による議会報告会はいかがだったでしょうか。今期議会は11月30日をもって任期満了を迎えます。次期議会もさらに議会活動に邁進してまいります。議会広報編集委員会からのお知らせです。読む議会71号が11月4日に自治会配布されます。今回の議会報告会で報告しきれなかった内容も詳しく説明しています。私たちが丁寧に作っています。ぜひご覧ください。